はい、皆さんこんにちは。.com.com です。洞窟物語縛りプレイパート26です。もう前回は語りで終わってしまいましたけれども、本当にもうさっさと進めたいと思います。前回はなんか無駄にグダグダ喋ってしまいましたけれども、進展見せないとダメですよね。じゃあ行きましょう。レディーゴー。正直あの語りはもう本当に本音ですからね。本音の本音言いまくり。おお、本当にあのイタチ野郎にもあのゴキブリ野郎にも相談苦労させられて、なんでこんなに、なんだこの紫色の生き物が可愛いよ、本当に。まだこいつに倒されたのって一回だけだもん。本当かな、本当悲しい。もういい加減進めたい、進めたい。おお、ミサイル対応していきたい気分もいっぱいありますけどね。おお、おお、気が抜けるっつったら何もしない。あ、ちょっと待って、まだブレードか。ここはいったいったって言ってもこれは元から向こうにいたやつじゃないよね。こうミサイル、ああ、当たってない。おお、ぶな。あ、今の使っちゃうな。え？じゃねえの、これを見るんだけど。俺に立ち上げ、本当にどっち見てやらないと気が済まないな、こっちの気が。機械のもんだって反則だと思う。まあ、こいつロボットですけれども。こいつは自分の力で言ってるんだ。ロボットなんて自分の力で頑張ってるんだ。誰の力も借りずに、まあキングカの力を借りてるとは言えですけど、頑張ってるんだよ。喋れって話しますよ、実況やってるんだったら。何を語ってんだよ俺は。本当にいいとこまで行くのに。とりあえず2箇所開けられた。おお、危なっ。時期スクロールがゆっくりだからな。スクロールじゃねえや、ウィンドウの視点移動がまだ開かないね。お、あ、まあいいや、ミサイルはどうでもいいんだ今の。
オッケー、ライン携帯。お、危ないよ。くそ、このイタチ野郎、本当に許せないんだけど。おお。おお、危ない。おお。残った。お、まずい。これはいけたんじゃない？よし、あとはここから。オッケー、やっといけた。長かったこの戦いは。コンバットヘブンの修羅以上に長かったこの戦いは。じゃあ次なんですけれども、実はですね、ちょっと一つお断りしておきたいことがあります。うち以前、なんだろう、一箇所普通だったら多くの皆さんがここは必ずやるって、一周目で多くやるっていうところがあるんですけれども、ここなんですね。今落ちていきましたけれども、普通だったら離すんです。だけど、まあ、うちはやっちゃったこともあるので離さない方針でいきます。ここ届く。ああ、まあいい、せっかくなので見せますけれども、まあ時間があるので見せましょう。実はブースター博士が落ちてきたんですけれども、今ちょっとした小ネタなんですけれども、ブースター博士が消える瞬間に話すと剣闘イノで終わるんですね。久々に吸気使ったんだけど、まあこういう風にしてブースター 0.8 を手に入れるんですけれども、さっきセーブしたよね、うち多分セーブしたと思うってな感じになるんですけど、まあ、今回あえてそれをやらない方針でいきます。じゃあちょっと早いですけれども、やっと X を撃破できたということで、今回ここで切らせていただきます。洞窟物語縛りプレイパート26以上になります。やったー、本当に嬉しい。 X クリアできただけでも、あとこの後は、あ、でもこの後2つ先のボス戦がちょっとネックかもしれないんですけれども、あ、てかそこネックだな、これもノーダメで言ったことはないんですね。まあそんなことはいいですので、以上になります。ご視聴ありがとうございました。